視聴者さん、こんにちは。ずんなもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ずんこです。今回はエブリバディマスト大の実況後編なのだ。では軽く前回のあらすじのおさらいです。1906年4月30日、ここはゴールズワージー精神衛生リハビリセンター。センターの入院患者である主人公のオズボーンじいちゃんはセンターが汚染されているといい、自らの手でセンターの人全員を殺すことを決意するのだ。最初はオズボーンじいちゃん一人がおかしいのかと思われていました。でも調べていくうちにこのセンターの問題が分かってきました。センターにいろいろ問題はあったんだけど、一番ヤバいのは地下の治療室の近くの穴。中に入ると入った人間の人格が大幅に変わってしまう奇妙な穴なの。穴に入ると従順でにこやかな人間になると思われてたけど、今のセンターはゾンビみたいなスタッフでいっぱいなのだ。オズボーンじいちゃんと一緒に鉛玉をばらまきつつ後編の実況開始です。全員を殺すまで一歩も外に出られない。階段を降りてくるとライフルを落としてしまうけれど、ライフルは壊れないから拾って先に進みましょう。よかったよかった。周囲を警戒しつつドキュメントを確認します。地下の穴に人を入れて人格を変えることを浄化って言ってるのね。やばすぎる。24人をすでに浄化し、残りは31人。でもあれは1月の日誌だから今は。切断された人間の頭、誰だかわからないくらいに朽ちている。また天井から降ってきた生首が。マジでヤバい雰囲気になってます。左に敵よ、油断せずね。敵に囲まれる年なので先を急いで突っ込むのは本当に危ないです。これはオーブンか何かかな。火が燃えているのが気になるけれど特に調べられないね。階段を降りましょうか。あ、スタッフが追いかけてきてます。本当だ、降りたところで対応して出方攻略だ。相打ちになっちゃったわね。次は気をつけましょう。次は階段の上で対応してみるのだ。危なかったですが処理完了。下の階へ。複数体を相手するときは注意ね。トラバサミに引っかかって下ったのでカットしつつドキュメント確認。黒煙と樹液、たくさんの臓器って一体何に使うものなんですか？モンスター化したスタッフのご飯かしら。どこから敵が来るかわからなくて怖いのだ。顔のついた雲です。弾丸無限なのをいいことに打ちまくってるわね。めちゃくちゃ怖いから致し方なしなのだ。なんかブザーみたいな音がしてるのも気になります。あら、前方にドキュメントが。確認しましょう。結局オズボーンじいちゃん以外はみんな穴に入って人格変わっちゃったのか。でも穴を塞いで診療を再開すると言ってますね。さすがに穴がヤバいものであるという感覚は残っていたのかしらね。上の通路は元来た道に戻るだけだったのでカットなのだ。顔のついた雲が一番嫌いですね。タフだし形状も気持ち悪いし。今の看護婦さん明らかにモンスター化してたわね。マジで怖いのだ。上の方にご遺体とドキュメントがあります。穴のヤバさに気づくの遅すぎるのだ。穴を埋めようとしたら豹変したスタッフに殺されたのね、院長。ドキュメントの横の首のない遺体は院長のものでしょうね。この先が例の穴なのかな。穴を爆破して塞がなければならないけれど、スタッフたちが邪魔だから先に始末する必要があるわね。っていうか敵めちゃくちゃ出てきますね。あの通路外で相手した方が良さそうです。通路の敵を外におびき出して。敵に囲まれるので足を止めると死にそうです。わしの手で奴ら全員を殺さなければ。マジで殺意が強すぎる。モンスター化した看護婦さんのビジュアル結構グロいわね。今度こそクリアしますよ。穴に繋がってる通路は入り口のところですぐに引き返すのだ。敵がいっぱい出てくるから気を引き締めていくわよ。顔のついた雲は他の敵と混ざると大変危険なので移動しながら対処です。移動している間に受けた傷を回復させたいけど、もたもたしてるとどんどん敵が増えるのだ。顔のついた雲が産んだ子供の雲を対処し漏れたわね。引き打ち大正義ですね。雲複数はむずいのだ。ああ、撃ってる方向が逆よ。やめて、おじいちゃんなんだから優しくしてください。そうだそうだ、年長者は大事にするものなのだ。モンスター化した看護婦さんがどこが痛いのとか言いながら追いかけてくるわね。オズボーンじいちゃんはあと50年くらい生きられる程度に健康ですのでご心配なく。
そうだそうだ、手術も不要だから突っ込んでろなのだ。はあ、おじいちゃんは強いけどさすがにこの数は気が抜けないわね。残りは看護婦さん一体ですかね。倒せた。まだ終わらないわよね。左からがたいのいいスタッフです。看護婦さんも来てるのだ。ここまで来たら大丈夫、落ち着いていきましょう。 BGM がやみました。全部倒せたようです。それじゃこの爆薬の箱を持ってと。この穴、明らかにクトゥルフ的な何かよね。爆薬の箱を穴に使用します。ドキドキ。あ、センターが炎上してる。1906年5月1日、シェフィールド郊外のゴールズワージーリハビリセンターで火災が発生。スタッフと患者を含む55人全員が火事で死亡し、生存者はいなかった。シェフィールドということは、物語の舞台はイギリスだったんですね。消火も警察はセンターの近くにいた高齢の男性を発見し、容疑者と判断した。男は放火を認めたが、正義の行為であると主張した。そっか、証拠が。その証拠に彼はゴールズワージー委員長の日誌を提出したのだ。ちゃんと日誌を持ち出してたのね。おじいちゃん、偉いです。信じてもらえるかな。この日誌には委員長の凶悪な行為だけでなく、事件の背景も書かれていると彼は言う。しかし、この事件の唯一の証拠であるこの委員長の日誌は、裁判中に忽然と姿を消した。誰かに隠蔽された？ひどい。証拠が消えてしまったために、老人の無実を証明する術はなかった。最悪です。陪審員のほとんどは、これは男が凶器から犯した犯行であると判断した。最終判決の前日、その老人は亡くなった。彼は息を引き取るまで、皆死ななければならないと叫び続けていた。おじいちゃん、頑張ったのに。証拠の保全は？かくして、ゴールズワージーリハビリセンターの火災の真相は闇へと消え去ったのである。結局、あの穴ってどこに繋がっていたんでしょう？よくよく考えたら院長も穴には入ってないから、穴が何だったのか全然わからないのだ。ほんとね、最悪の事態は免れたかもしれないけど、ハッピーエンドとはいかなかったわね。ツンレイ様、うちの家の地下がヤバい穴に繋がっていたらどうしましょう？その時は私が何とかするから安心して。確かにズンコなら何とかなりそうな感じがある。我が家は大丈夫そうですね。視聴者さんも自宅の地下が妙な悪臭を放つヤバい穴に繋がっていないかちゃんと確認しておいてね。今回のゲーム、すっきりしたエンディングとはいかなかったけれど、なかなか楽しかったのだ。ダークな世界観やドット絵が素敵で心惹かれました。またこの作者さんのゲーム遊びたいわね。それじゃ短いけれど今回はこのあたりで。ご視聴誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃまたね。バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。